どうもどうもどうも、松戸ピエロと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、私ね、こうやってちょっとピエロの格好をして普段ネタの方をやってるんですけども、そのピエロキャラとしてね、ジョーカー、映画ジョーカーは見とかないとなと思って見に行ったんですよ。でそれ素晴らしい映画だなと思ったんで、皆さんに良かったところをお伝えしたいなと思いまして、今から映画ジョーカーの良かったところを、3つほどお届けしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあまず最初の良かったシーンなんですけども、ジョーカーが拳銃で撃つところ、ここがね、一番名シーンだなと思って、それをまず再現していきたいと思います。よろしくお願いします。バーン！おい、安、お前は所詮、トカゲの尻尾なんや。はい、というわけでね、これが有名なジョーカーのね、拳銃。すいません、ちょっとごめんなさい、今僕は仁義なき戦いの名シーンやっちゃいました。ごめんなさい、すいません、間違えちゃいました。すいませんね。次からちゃんとジョーカーの名シーンやりますんでね、よろしくお願いします。じゃあ続いてのね、僕がジョーカーの名シーンだなと思ったところは、刑務所獄中の中で梅宮達夫が狂言自殺をするところ、これがね、ジョーカーの名シーンだと思ったんで、やってみます。兄さん、読んでもいいですか。もう一度読んでもいいですか。はい、というわけでね、これがかの有名な仁義なき戦い、すいません、仁義なき戦いの名シーンやっちゃいました。ごめんなさいね。すいません、ちょっと間違えちゃいました。ごめんなさい。じゃあ最後こそはね、もう仁義なき戦いの名シーンじゃなく、ジョーカーの名シーンを披露したいと思います。よろしくお願いします。ではやらせていただきます。題して仁義なき戦いの、ラストシーン、ババ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 バ、これが仁義なき戦いじゃ。はい、というわけでね、そうだ、僕思い出したんだけど、ジョーカー見に行ったら最初の映画泥棒のところで寝ちゃってました。以上、森谷でした。どうもありがとうございました。すいません、松戸ピエロでした。